平野の仕様の魅力がバルセロナにとどろく。ルイ・ヴィトンの秘められたプランとはミト・エレガンスの象徴。ルイ・ヴィトンが5月23日にスペインでのクルーズ2025賞を熱望されるファッション愛好者たちに向けて発表しました。バルセロナでは2025年初春には連続ファッションショーが繰り広げられ、ファッションの華やかな舞台が広がります。エン香港が実施したアンケートによれば、出演を楽しみにしている人たちの期待が高まっています。 その中で、俳優の平野修行が74%の支持を受け、韓国の才能あふれるアーティスト、フェリックスリーが24%を獲得しました。驚くべきことに、両方の出演を希望する人はわずか2%で、平野修行の人気が圧倒的であることが浮き彫りになりました。彼は香港を超え、世界中で多くのファンに支持されていることが伺え、その支持率の高さは当然の結果と言えるでしょう。 しかし、それだけでなく、ルイ・ヴィトンのクルーズ2025ーは、フランスの高級ブランドとスペインの都市が手を組む素晴らしいコラボレーションの一環として注目されています。この春に発表されるコレクションは、ウィーメンズ・ホームコレクションを指揮してきたクリエイティブディレクター、ニコラ・ジェスキエールの最新作となります。WWD によれば、 このコレクションは単なるファッションショーにとどまらず、展示会、文化活動、教育プログラムといった多彩な要素を組み合わせて展示される予定です。ショーの後、ルイヴィトンはバルセロナのスティガイドや、バルセロナのクリエイティブなコミュニティを紹介するための教育プログラムを立ち上げます。これにより、ファッションだけでなく、文化や教育においても地域社会に貢献する一環となります。 同時に、バルセロナでは今年後半には地中海沿岸で行われる第37回ルイビトンアメリカズカップも開催され、市内最大のセーリングイベントとして注目を集めるでしょう。ルイビトンの CEO ピエトロ・ベッカーリ氏は、バルセロナとブランドは素晴らしい伝統と創造的な情熱に深く根ざした共通の価値観を共有していると述べ、メゾンと都市の関係を強調しました。この注目すべきイベントに向けて、 我々はどのようにしてファッションと文化が融合するのか、そしてルイ・ヴィトンが地元社会にどのように貢献するのか、興味津々ではありませんか一体、彼らのエレガンスと創造性がバルセロナにどのような影響をもたらすのか、私たちは期待と興奮を抱え、テコの瞬間を待ち望んでいます。